まあちょっと覚えたね。多分中学生はここの動きよりかまずキャッチャーのこの体内線動作を見つけることが、ね、非常に、プラスです。この胸郭のね柔らかさというのが必要になってくるんです。胸郭の柔らかさね。こういうふうに腰パーツ、で飲む練習のようにこういうことをよく強くする。これが理想的ですよと。じゃあ僕サイドハンドですっていう質問があります。サイドハンドとか僕アンダーハンドなんですよっていう質問があります。一応そういう人にも、もう答えておきます。アンダーハンドだろうがサイドハンドだろうが、オーバーハンドのこの動きができるストレッチ可動域が必要です。でこれができた上でアンダーハンドをするとすごくキレのいいボールになります。よくあることはアンダーハンドサイドハンド、ね、しかできない人があります。アンダーハンドサイドハンドしかできない人は上のレベルで活躍するのは難しくなります。オーバーハンドでも投げれるけどもアンダーハンドを選んでいくというふうに、していかなければどこもね、可動域は、ね、最初言ったように3つ必要な中のあのポイント3つちゃんと乗り越えていかなきゃいけないから空速をね生まれてきません。はい、そのための練習方法としたらこうやってね足を上げて振ると一直線になりますよ。これもドリル練習ね。これを繰り返すことによってそこの可動域を得ることができます。だからこれはやるだけです。繰り返せるだけです、ね。こういう練習を、ね繰り返していけば自然とね全員できるようになります。全員できます、ね。なぜあの子は足が上がらないんだろう、なぜあの子はボールがあんなとこで手が離れるんだろう、それはさっき言った最初の3つのポイント、ね。可動域、筋肉可動域、それから脳ね、神経、この3つのポイントに含まれているから足が上がらない、あの人はもしかすると可動域が全くないということもあります。で先日、ね大阪の準優勝、ね、去年しました、ね、高校に先生は指導できました。来年次期エースなんです。この子はエースなんですけどなかなか伸び悩んでいる、伸び悩んでいる先生どうしたらいいんですかという質問がありました、ね。で見てみました。これできますかってやってみて、こうすることによって全然腕が振る、ね、まさしくそこが原因、ね。全部合わせて可動域がないから、ね、できない、そういうことをいっぱいあるからね。だから逆に言ったら今、ね、練習メニューを上げていってね、パーツ練習いっぱい持ってます、まだ先生の方にも送ります。その練習方法をやっていけば一個一個改善していくわけです。だからみんなが例えば勉強なんかやったらねテストあるやんか、多分今のテストだったらどこどこのポイントができていないんですよ、コメントとか書いてないようなんですけど、君は何とかの分野が復習が必要だ、えもしとかあれば君は何とかのポイントが全く分野だから、国語の時だったらここの漢字の分野をもっと復習してみようとか書いてあれば、それと一緒なんです。野球も一緒でやったら全部でやったら全部できるから、だからどっかのポイントだけやってない人とか、だから多少良くてもどっかのポイントができてない人には連動していかないからね、必ずね、勝ち続けるというのは難しくなります。そのための確認方法としてもドリル練習ね、ありますからやってみてください。はい、今度はね左手を開くなんて動きがありますよね。左手をブロックするね、
習ありますよね。壁にこう当てて、ここから前の空間で振る練習をするわけです。ほんなら前の空間しか使えない。でもこれで繰り返し練習していけば、前のゾーンで振るためにどう使えばいいかというのが分かるわけです。でこの状態でね、後から自由に使えるようになったら、それ以上の力が使えるようになります。ここはこの状態から、ね、投げるという技術を身につけることができる。こう練習すればここで130キロから出せば、みんな130キロとかそんなに見えないと思うかもしれないけど、ここの前の空間の筋肉をつけていくわけなんです。繰り返してやるので、ここからもう一回忘れてる人もいるかもしれないけど、猫とか犬とかこう一回で走ってます。その時に一回楽しく野球をするには、もしかすると、深く思います。
耳からっていうのはこう来たんですよね。まあ、これぐらいなら許容するといいかな。これでも全然いいんやけど、ここはケアが若いうちは全然 OK だと思う。若いうちが、ね、必要と思うんだけど、しっかりケアをしていないのでは長く続けるのは難しいかもしれない。このとこっちの方に変わっていったり、しっかりとストレッチして可動域ね、つけていくといいで、前に触れない人はさっきも言いました。ここのお尻の裏の硬さ、お尻の裏の硬さ、ここを柔らかくしないとダメですよ。はい、これはトランポイントとして指先の観察をね、身につけてみましょう。指だけでも50センチぐらい上げられるよね、44秒間。で、いいピッチャーでまあ投げる瞬間、地面を意識した。指先で、それと同じようにボールを投げる瞬間、なので、指の力だけでも、50センチほどこう、ピュッと上げられるよ。あの力をボールに加えるので、これね、バッターから見えますか、この動きって。バッターから見えないんですね。だから見えなかったら、ね、バッターの手元で伸びるストレートになります。そして、指先に引っ掛けるような動作で、質のより、ね、回転数、ね、のボールから引く、引く、キュッ、キュッ、キュッ、引き、戻すイメージ、引き、戻すイメージ。戻せるイメージか、引き戻しができるのは先ほどのラインのこっち側で引きます。膝のこっち近づきます。こっちのリリースポイントをここにすること、こっちで解体する、解体する、解体する、解体する。ここではなくて、こちら側で解体するよ。バレーボール、ここで解体する、ここで解体する。テニスもここで変えます、ね、この手と腕の角度一緒です。それが逆の場合は下なんの勝負、マウンドからピッチャーの方が下なんで、ここで変えます。外野手はここでいい、あ、ここでいい、やるときにここで変えないと強いんだよね。外野手とか距離があったらピッチャーの場合ここで変えないとここ全然ちゃんと行ってます。だから、この解体をここです、ここです、ことを研究してみてください。でここを